先ほどたくさんの方からもう拍手をいただいてご覧いただいた金蔵の舞なんですけれども、こちらも最後に舞いのある獅子舞、そして小原金蔵の踊りですけれども、またこちらの獅子舞はですね、先ほどの踊りとは受け止まりまして、本当に勇壮な迫力ある大きな大獅子をもう少し家庭所の奥の方にも見えていると思うんですけれども、お子様も一緒になって、この札幌市の無形文化財にも指定されている小原の獅子舞を、ご披露いただきますので、ぜひ引き続きお時間のある方お付き合いいただきたいと思います。それでは皆様に今ご準備をいただいている間に、私の方から富山県から提唱されました岡田の獅子舞のご紹介させていただきます。岡田の獅子舞は明治25年に富山県から移住してきた人たちによって、まず獅子舞の方が仕込まれました。そしてその年の秋10月に札幌市東区にあります岡田の神社が建てられた時に、故郷を忍んで獅子舞を行ったのがきっかけで今日に至っているという、札幌市の無形文化財にも指定されているというものです。昭和49年に指定されました第1号として札幌市の無形文化財に指定、その後札幌市や公益団体の公式行事などにも数多く指定をされています。そしてテレビではイメージや演出の写真も見られたことがあるということで、ご覧の方もいらっしゃるのではないでしょうか。今からこの迫力がもう演舞の前から伝わってきますよね、このお客から。一般的に芝居といいますと、皆様も1人や2人で行っているものを想像する方も多いと思うんですが、この岡田の獅子舞は、獅子の胴の中に皆さん何人人がいるか、数えていただけますか？足を数えるとお分かりになるんですが、頭を持っている方をはじめ、胴の中には、そうです、7人の方が入っているこの富山県、特有のお子獅子なんですね。それではここからのお時間、今日最後のステージとなりました岡田の獅子舞保存会によります大獅子の勇壮な舞をご参加いただきたいと思います。それでは皆様どうぞ大きな拍手でお迎えくださいませ。よろしくお願いします。ご紹介をいただきました岡田の獅子舞保存会でございます。これから演舞をさせていただきます。よろしくお願いいたします。これより約18時間ぐらいの時間の中で14をなります舞の中から唐の舞を岩手市の演出岡田町神社の立ち町に午前午後の各1回大物をさせていただいておりますが、この場所でもその時と同じになって演舞をいたします。始まって始まる前は開くと思います。この前の天使のところはこの度の幼児の指導された関係者の方々、そしてまたこの場でご覧いただきます皆様方へのご挨拶でございます。
は線の前になります。小学生の一人三人が参ります。この頃これからは来ないんだか剣玉棒皿笠さまざまな道具を使って獅子と獅子が戦ってまいります。獅子は荒らされながら獅子に対峙されたりというのが大変な難しいでございます。新川一恵という中央区にある作家さん、中央区